1月の初見祭の一番最初の見の日にそのご開帳をしてという祭典を花の神社はずっと携わらせていただいてます。皆さんご列席の中でお社の御扉を開いてこの1年の伊勢丹の商売繁盛であったりこの前の年、無事に暮らせたということの感謝の報告とそしてこれからの1年の抱負そういったことを祝詞に込めて創造するこの初見祭に祭主として奉仕させていただくというのはもう神社私としても大変ありがたいことだと思ってます。新宿っていう街柄新しいものをすごくこう受け入れてくれる需要性みたいなのを感じてですね、だからそこに僕たちみたいな新しいサッカーみたいな文化が入ってきたこともなんかこう拒絶することもなくすごく自然に受け入れてくれたなっていうのが新宿の方が僕たちをこう、一緒になって J リーグに上がっていこうとか一緒になってこのチームを強くしていこうってなんかすごく自分ごとのように一緒になって考えてくれてるっていうのがなんかならではかなと、思いますね。1974年ですね。来年で50年ですね。商売はね。昔ながらの本当にもう30年、40年ぐらいのお客様もいらっしゃいますし、若いお客様も、そんな感じで、店は盛り上がってますね。基本はやっぱり夫婦が仲良ければ、商売もうまくいくし、僕はなるべく人に声かけるように割り方はおせっかいおじさんのとこがあるからいろんな人となるべく話すようにして、おせっかいかもしれないけど話しちゃうみたいな